ミマイナス28エヌハボックの機種株に搭載されたり、A422A42 は、ソビエト連邦のトゥーラ機械製造設計局にて1970年代より、開発が開始された、合計3 0ト、mm、ルの機関砲である。1980年代に採用された、BMP-2 に搭載され始めたのを皮切りに、BMD-2、BTR-90、 未 -28 ハボックなどに搭載され、現在では発展型の2アンペア72とともに、ロシア連邦軍の主力機関砲として活躍している。2A42 は、主に鉄鋼弾をメインとして榴弾などの多種の砲弾を放射が任意のタイミングで切り替え可能なデュアルフィード設計が施されている。また、毎分連射速度も200から300発。 フンの低速モードと550から800発、フンの高速モードの2種類を放手が任意のタイミングで切り替え可能である。作動方式はガス圧利用式となっており、設計は保守的な反面、ハイサヤは本体左側のハイサヤ口から外に吐き出される前方ハイサヤ機構が採用され、狭い砲塔内でもスペースを圧迫しない設計となっている。 公表されている性能としては、軽装甲車両ならば1500メートルまで、ヘリコプターなどの対空目標ならば2000メートルまで、無装甲の地上目標ならば4000メートルまで、対応可能となっている。本来は、有人式の砲塔に搭載して使用することを前提に開発されたものではあるものの、構造がシンプルであるため、無人のターレットと組み合わせて運用することも可能となっている。 寸法は 30165mm となっていて、2K22M ツングースカや 96K6、パーンチリ S1 に採用されている 2A38 の使用弾薬と同サイズではあるものの、来ンの種類が 2A72 や 2A42 の通常撃発用とは異なる電気撃発用のため、互換性はない。ありがとうございます。